はい。では、時間になったので、始めさせていただきます。皆様、こんばんは。本日は、名古屋大学発、先進的な取り組み事例かける展望のボリューム2となりました。拡散医薬開発の新展開にご参加いただきまして、ありがとうございます。司会のリンクジェ・サです。よろしくお願いします。本日は、こちら、画面でお示しするプログラムに沿って進めてまいります。ご質問につきましては、ウェビナーの Q&A 機能からお願いいたします。 各講演の後に質疑応答の時間がありますので、あの先生方ご講演されている最中にですね、どんどんご質問をいただければ大変嬉しく思います。また時間が限られておりますので、すべてにお答えできない可能性がありますのでご容赦ください。またウェビナー中の録画でしたり、録音でしたり、キャプチャーといったものをお控えいただけますようお願いします。また事務局からのお願いです。 名古屋大学様とのイベントはめですね、今後もイベントやってまいります。ウェビナー終了後のアンケートの声をどんどん活かしていきますので、ぜひご協力お願いいたします。それでは早速ですが、ご講演の紹介にずらさせていただきます。はじめに、メディカルイノベーション推進室の紹介と題しまして、名古屋大学学術研究三学館連携推進本部、メディカルイノベーション推進室室長、 の勝野正久先生よりお話しいただきます勝野先生よろしくお願いしますはい、えー、ご紹介ありがとうございます、えー、皆さんこんにちは、えー、名古屋大学のメディカル、えーえー、メディカルイノベーション推進室室長をしております勝野でございます、えー、まず最初に私の方から、えー、このメディカルイノベーション推進室の活動について少し、えー、ご紹介させていただければと思います ご存知の方も多いかもしれませんけれども、名古屋大学は、一昨年ですね、2020年に岐阜大学と正式に統合いたしまして、現在、東海国立大学機構という法人のもとに活動をしております。そんな中で、岐阜大学と名古屋大学で、さまざまな面において、連携が今、進みつつあるところでございます。この産学連携につきましても 徐々に名古屋大学と岐阜大学の中で連携を深めようということで今活動が進んでいるところでございます。そんな中名古屋大学でこの山岳連携をどのように支援しているかと申しますと先ほどもう少しあのご紹介いただきました学術研究山岳間連携推進本部という組織が名古屋大学の全体の山岳連携を支援する組織として 作られてて、おりまして総長のガバナンスの下でここに記載してありますようなさまざまな部門が名古屋大学のいろいろな分野の産学連携を支援しておりますそのこの部門の一つが今日ご紹介いたしますメディカルイノベーション推進室というところでございましてここでは医療機器やヘルスケア製品創薬といった医療あるいは健康科学といったところに関係する さまざまな連産学連携というのを支援しております。これがのホームページの最初の画面から取ってきておりますけれども、そういったことで、このメディカルイノベーション推進室、MIU と略しますが、ここは今申しました産学連携、特に医学や健康科学、ヘルスサイエンスに関係するものを扱いつつ、またその中で医療機器等の開発の手法であるバイオデザイン、 この普及やこれを活用した産学連携を進め、また外部資金の獲得支援も行っている、まあ、そういう組織でございます。私、本職は医学部の脳神経内科という臨床の科をやっておりますけれども、そういった経験も生かしながら、この MIU の運営に携わっているというところでございます。で、そんな中、今日あの皆様にご参加いただいております、このウェビナーは、この MIU が、 えー、準備をしております、まあ、支援しております、えー、この山岳連携活動の一つでございまして、まあ、名古屋大学初先進的な取り組み、えー、かける展望ということで、えー、実は今回が2回目ということになります。1回目はあの、もしかしたらご参加いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年の10月に行っておりまして、えー、認知症や児童、パノラマビジョリングと。 いったようなことをキーワードに三人の先生に話をしていただいたというところでございますで、今年度は今日を含めて三回を今のところ予定しております本日が拡散医薬開発の新展開ということで行いますしあと二回はですね投査研究それから医療系のスタートアップショーケースというのを予定しているところでございます 私たちとしても、この私たち MIU としても、このリンク j で皆様とさまざまなネットワークを広げて、名古屋大学が強みとしている研究をぜひ皆様にもご紹介し、その中でさまざまなコラボレーションが生まれるということを期待しております。本日はすでに皆さんご存知の通り、お3人の先生方から核酸医薬の開発についてお話をいただきます。工学研究科の浅沼先生、理学研究科の阿部先生、 医学研究科の、医学系研究科の澤橋先生の3人の先生方から、拡散医薬の基礎的なところ、そして応用といったところに及んでお話をいただくということになっております。少しだけあの予告編をさせていただきますと、えー、ボリューム3、まだちょっと日程決まっておりませんけれども、おそらく今年の秋ごろに、えー、行おうと思っておりますのが、倒査研究でありまして、 これは先ほどの東海国立大学機構、岐阜大学と名古屋大学が統合した組織において、重点化されている4つの研究部門のうちの1つでございまして、現在、この機構の中に、倒査生命、倒査生命コア研究拠点というものが作られております。ここでは名古屋大学、岐阜大学の倒査研究に関わる方々が、 集ままっていまして、いし名古屋大学では生命科学、臨床医学、数理解析、岐阜大学では化学、化学ですね、それから分析、イメージング、生物学といったところを強みとして、まあ、研究者が集まって、当、え、社、ー、の研究をしておりますので、まあ、そういったところの、えー、連携を含めた研究の内容を、えー、次回にはまたご紹介できるんではないかと思います。 またあの次回は難しいかもしれませんけれども、次次回ですね、今年度の最後ぐらいにはぜひ、ウェビナーではなく、実際に対面で皆様と交流を図りたいとも思っておりますので、えー、どうかあのこの3回、できればぜひすべて参加していただけたら、えー、ありがたいなと思っております。ということで、今日ははの,のボリューム2となりますけれども、拡散医薬について是非、ぜひ皆様と交流を深めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 先生、ありがとうございました。ぜひご視聴の皆様、今後のシリーズも含めお楽しみいただければと思います。それでは、ご講演の紹介に移らさせていただきます。続いてのご講演は名古屋大学医学部附属病院講師、佐橋健太郎先生です。佐橋先生、よろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いいたします。スライドの方は見えておりますでしょうか。はい。じゃあ、始めさせていただきます。 私は名古屋大学の神経内科の沢市と申します。リピート病に対するアレル選択的拡散治療というタイトルでお話しさせていただきます。リピート病の一つであるポリグルタミン病は CAG 繰り返し配列、リピートの異常身長により発症する神経変性疾患であり、ハンチントン病、旧脊髄性筋縮症、 脊髄症の変性症を含む急疾患からなり、リピート数は通常35から40以上に進透しています。国内患者数は1万人以上と推定されており、成人期に発症する進行性の運動機能障害と一部認知障害を期待していますが、根治的治療法は未だありません。原因として翻訳ポリグルタミンタンパク質の毒性に起因しており、 え、タンパク質の凝集体が、疾患特異的に脳や脊髄の各部位の神経細胞に蓄積し、これが神経障害をもたらします。ポリグルタミン病では、拡散治療開発が進められており、原因遺伝子を標的とするアンチセンス拡散の報告があります。しかし、この手法では、異常 CAG リピートを有する変異アレルと、 リピート数が正常の対立正常アレルの両方をノックダウンするため、遺伝子機能喪失による障害が懸念されています。一方、CAG、異常 CAG リピートを標的とするアプローチは、変異アレル、つまり異常リピートの選択性を有し、正常アレルへの影響が抑制されるため、生理的な 神経機能が維持され、かつ単一の核酸、人工核酸がポリグルタミン病各疾患に拡大・適用できる優位性があります。我々は CAG リピートを標的と,して標的とする核酸として SIRNA に注目しています。しかし CAG リピート配列に完全に双方的な SIRNA は、 RNAi のメカニズムによりメッセンジャー RNA を切断し、変異及び正常の両アレルへともノックダウンしてしまうのに対し、SRNA ガイド差中央にミスマッチ、脱塩基あるいは可動性の非感情型格差などを導入した SRNA では、その作用がマイクロ RNA 用に翻訳抑制やメッセンジャー RNA 不安定化、 となり、変異アレル、つまりポリグルタミンタンパク質を選択的に抑制することが培養細胞系で報告されています。しかし、これまでインビボでの実証はなく、そこで我々はマウス研究に着手しています。まず、高い変異アレル選択性を示す srna のスクリーニングを、正常の24あるいは 以上の 74CAG リピートを持つコンストラクトを用いて、ルシフェレスレポーター制を行っています。18塩基長の CAG リピート、双方的 SIRNA に対し、中央9番目をミスマッチ塩基に置換し、さらに各部位を非環状型拡散である UNA で就職したところ、特に9番目を UNA 就職した REPU9 が正常アレルと比べて変異アレルに対しより強力にノックダウンすることが分かっています続く2回目のスクリーニングで9番目10番目の2箇所を UNA 就職した REPU910 がより高い変異アレル選択性を有することを見出しております これは REPU910 のガイド差配列、就職を表しています。ピンクで示す CAG リピート、双方的モチーフと9番目のミスマッチ延期、9、10番目の UNA 就職が施されています。UNA はこのような非感情型 RNA アナログであり、この可動性構造が異常リピートに対する高い選択性に関わると考えられています。 ところで、ポリグルタミン病である、旧脊髄性筋縮症、SBMA は、AR を原因遺伝子とし、CAG リピートの異常身長により発症します。REPU910 を人生が芽細胞に導入したところ、コントロールの30あるいは 17CAG リピートの AR と比べて、SBMA の52 あるいは48リピートを持つ AR に対して2.5ナノモーラーという低濃度でこのようにより強力にノックダウンすることが分かり変異アレル選択性とまた容量依存性が示されています続いて REPU910 のマウス脳における変異アレル選択的ノックダウン効果の評価のために SIRNA リバリー v システムとして脂質ナノ粒子 LNP を選択しています。REP U910 LNP を正常の24あるいは異常の97 CAG リピ p トを持つ AR トランセニックマウスの脳室内に投与したところ97リピートマウスの大脳皮質や小脳では AR をこのように優位にノックダウンするのに対し24リピートマウスではノックダウン効果が見られておらず脳において変異アレル選択的ノックダウンを示すことに成功していますしかし長期ノックダウン効果が得られないという課題が挙げられていますまた LNP の組織内分布を確認するために GFP メッセンジャー RNA を LNP に包合し、マウス脳室内に投与したところ、蛍光顕微鏡により GFP の広範な大脳における分布が確認されていますが、脳や脊髄の各部位を用いたウエスタンでは、大脳皮質と比べて、脳幹や脊髄における GFP の発現誘導が限られており、 このような脳深部への LNP 送達が十分でなく、デリバリーツールの改良が必要と考えています。